小さい頃はここを通るたびにあんたと同じ疑問を抱いてたよ。そもそも風車なんか壁で防げるもんなのか。大人になってから分かったんだ。防砂壁は風車だけじゃなくて私たちみたいなものも阻んでるってことに。俺たちはずっとこの日を待ってたんだ。だが今運命は強霊院に対抗するジョーカーを俺の手に授けてくれた。スカーレットキングの復活がスメールに天気をもたらすと思う？スカーレットキングの復活は戦争をもたらすのみである。戦争を好む者など誰もいません。大切なものを守るには盾だけでは足りません。だから槍を手に取りました。はっ、いらっしゃい。我らの祝福あれ。アール村を裏切ったのか。この件の調査が完全に終わるまでは軽率な行動を取りな。さもなければキャンディスですらお前たちを守れないだろう。はっ、この身で蛮礁を粛清する。悔しいなら声を揃えてちゃんと言わなきゃ。さあ踊るよ。やっ、スカーレットキングが没してから砂漠の民はいい暮らしができていない。彼らの感情はまるで砂漠にある火薬箱のようで。スカーレットキング様の支持者は誰よりも裏切り者を嫌う。我々の中の誰かが相手と連絡を取っていた可能性があります。俺の質問に答えろ。賢者たちは計画の内容をお前に話したのか？安い労働力、使い勝手のいい家畜、ただそれだけだ。実験は成功だ。人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。恐れずとも痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わり。皆さんこんにちは。僕は遊撃小隊の測量士ミカ。ファルカ大団長からの手紙を読ませていただきます。つまり大団長はレザーの両親のことを知ってたんだな。これらを樽に封印し焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまでビシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく北風はたける。共に杯を掲げよう。風神に感謝を。